はい、こんにちは、有坂です。今日はですね、2月3日節分ということで、じゃん、西武に行ってこちら恵方巻きを買ってきたので食べていきたいと思います。ちなみに今日は鬼の格好をしてみました。去年は青鬼だったんですけど、今回は赤鬼っていうことでね。今回のこの恵方巻きはカニ入りの、細巻きになります。なんか見に行ったら太巻きと細巻きってあって、私の中では恵方巻きって太いイメージがあったんですけど、細いのも一応恵方巻きになるんだと思って、まあ、今回はこっちにしてみました。で、なんでカニかっていうと、カニが単純に好きだから。今年はですね、恵方は西南西です。西南西ってうちはどっちなんだろう、ちょっと調べます。ほんと真逆、こっちカメラとは全然真逆の方向いて食べることになりそうです。それでは食べていきたいと思います。ヒレカツをおかずに食べます。あんまカニ見えないけど、ではいざ実食。いただきまーす。
Thank you.
食べたー。あー、うまかったー。マジで美味しかった。なんだろう、でもね、やっぱカニだからかわかんないけど、カニ感味わってるって感じはあんまりしなかったね、やっぱ。今回食べたやつは、サラダ巻きに近かったかもしんない。マヨネーズ入ってたりとか、あと、海苔？まあ、海苔はそうだね。海苔はそうだね。あと、ごま入ってたね、途中。ごま入ってたわ。んー、でも今回食べたのはすごい、やっぱサラダ巻きに結果近かった。だから、結構最後まで飽きることなく私は食べれた。美味しかったね。カニ将軍さんの1500円のやつ。腹ないでしょ。あ、でもね、腹8分目、7分目ぐらい。恵方巻きだけだったらちょっと微妙、やっぱ足りなかったけど、ヒレカツ食べてたの。私ね、ヒレカツ好きなんだよね。あとは、なんか今年流行りなのかな？よくわかんないけど、一番最後の周りがさ、海苔なんだけど、外側、その海苔の外側に薄い卵焼きみたいなのとか、あと、ローストビーフとか、うん、また海苔の外に何か巻くっていうのがなんか見てて多かったかもしんない。恵方巻きの形した肉まんみたいなのも売ってた。はい、ということで、恵方巻き食べていきましたが、個人的に感想は、サラダ巻きに近いかなと思いました。なので、ちょっと海鮮苦手なんですけど、結構穴子とか、カニとキュウリと、あと、マヨネーズとごまとか、結構シンプルな感じなので、めちゃくちゃパクパク食べちゃいましたね。もし来年も食べるとしたら、ほんともう一回食べたいなってぐらい美味しかったです。はい、ということで、2020年の節分はこちらのカニ将軍さんの細巻きを食べていきました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それではバイバーイ。